カレンは日本の女性格闘家、プラバハラ所属。かつてはチームデート所属のカレンデートとして活動していた。インド王族武術、マハーラージャカルーリカという武術をバックボーンとし、12歳で総合格闘技デビュー。アマチュア大会を含めれば20戦以上の実戦経験がある。2017年3月26日、後楽園ホールで開催された。 アイスリボンマーチ2017に登場。2017年4月より、女子プロレス団体アイスリボンに兼任所属し、プロレスデビューすることが発表された。デビュー戦では、豊田真奈美花デートと組み、長崎丸子テキーラシャミ松谷の組と対戦。4月18日の会見では、豊田真奈美先輩は、秘書天女と言われていて、いつも指導してくださっている。 藤本司先輩は、非正天女二世と言われているので、私は、プロレス新人一位になり、非正天女三世を目指したいと思います、と宣言した。24日のデビュー戦では直接勝敗に絡まない、形で勝利。丸め込みなど、プロレス技に苦しめられるが、蹴り技、クロスヒールホールドなどの関節技で年齢を、感じさせない、試合運びと評された。 4月29日、埼玉、わらびでデビュー2戦目となる、藤本つかさ松本と花、デート戦を行い、敗北。5月3日、ラジアントホールでの同門タックマッチでは、ホーデートから7分10秒、カサドーラでタップを奪った。5月5日、ラジアントホール大会での8人、タックイリミネーションマッチでは、 初めてチームデート4姉妹全員でタックを組み試合出場。長崎マルコテキーラシャミ松屋ウノトトロサツキ組に勝利した。2019年2月28日付でアイスリボンを退団した。ありがとうございます。